こんにちは。スピリチュアルの女神です。第三チャクラのテーマは自己。ここで人間であり男女であることを超えて自己を確立していきます。自分は一体どういう人なのか。私はこう思う。私はこれがしたい。私はこれが好き、嫌い、いわゆるツインレイ女性の自己統合に必要な自分軸がこの第三チャクラと深く関係しているのです。第三チャクラ。第三チャクラが正常に機能していると自分に価値を感じ、自分の望みが明確で、全てを自己責任において遂行して行けます。ですが第三チャクラにエラーが生じていると自己価値観が低く、他者の評価を気にし、自分の人生の主導権を他人に譲り渡してしまうということが起こります。私の友達の実体験。私の友達は個性が強く、子供の頃から歌うのが大好きで、音楽の時間は平気で大きな声で楽しんで歌う。だけど周りの子たちは大勢の前で歌うなんて恥ずかしいが普通、自分にとっては当たり前に楽しんでいるだけなのに、クラスで一人浮いてしまう。良くも悪くも周りと同じようにできないことがたくさんありました。自分を発揮すると周りから変な目で見られる。悪いことをしていないのに指摘される。共感してもらえる人がいない。その他大勢と違うことで評価されない。そんな経験を繰り返し、自分を出すことはいけないことなのだと、自分の個性をに蓋をして自己嫌悪に苛まれ、誰にも言えない悩みを抱え、いつしか自分の意見を言えない。だけれど周りには合わせられないため、一人で込めるようになりました。新しい世界との出会い。日本や世界中には自分と同じような人がたくさんいるということが分かり、徐々に自分の個性を生かし、身近に友達はいなくても自分の仕事を通じて同じような価値観を持つ人たちとつながり合うことができた。それは私に少しずつではありますが、自信を与えてくれました。ツインレイはありのままで愛し愛される存在です。ツインレイに出会いたい。ツインレイとの再会と統合のためには、ありのままの自分を知り表現し生きていくことが大切。第三チャクラと向き合うことで見えてくることはたくさんあります。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見、ご感想をどしどしお待ちしております。